やったやった。バタバタして悪いな。今回もでかいネタを仕入れたんだが、緊急の内容なんだ。なるべく手短に話すぞ。と、その前にお茶か何かもらえるか。水道水でいいかい？あ、飲みたいなら自分でついてもらえると。おいおい、いつも割のいい仕事を紹介してやってるのは誰だ？少しくらいホスピタリティってもんがあってもいいだろう。まあいい、言っちまえば単純だ。ゼロ号フォローの定期調査がまた始まるらしい。これはガチのマジだぜ。しかも協会は長期戦の構えだ。調査は数回に分けてやるつもりらしいぞ。俺がこれを聞いて真っ先に頭に浮かんだのは、我が最も信頼のおける顧客であり名声かくかくたるプロ棋士パエトーンのことだ。あんたらも一枚噛みたいだろうと踏んだ俺は、あらゆるリソースを動員し調査チームの募集に裏口を開けといた。ゼロ号フォローでテスト用の依頼をこなせば、派遣調査チームの一員として合法的にゼロ号フォローを調べられるぞ。確かに大きなネタだったね。まだお茶はいる？状況は把握した。考える時間をくれないか？もちろんだ。大事なことは夜に決めるなって言うしな。じっくり考えてくれ。そんで決心がついたら、スコット前哨基地ってとこに行け。そこでテストの依頼ができる。じゃ、失礼するぜ。
ごきげんよう。疲れを癒すティンズスペシャルはいかが？たまには一息ついて力を蓄えることも大切です。私の秘伝のスープは本物だ。次はもっとホアジャオを入れるべきか。ゼロ号フォローの調査ね。お兄ちゃんどう思う？質問、ゼロ号フォローの調査とは何でしょう？あ、そっか、フェアリーはまだ知らないよね。挑発とみなし、受けて立ちます。直ちにフォロー調査協会のデータベースでゼロ号フォローについて検索。また変な闘争心を燃やしちゃって。検索完了。ゼロ号フォローとは、その存続期間、影響範囲、危険度において新エリート内でも随一を誇るフォローのコードネームです。新エリート内の基地の大型フォローはいずれもゼロ号フォローから派生した強制フォローに端を発します。またゼロ号フォローは旧都、すなわちエリートを壊滅に導いた主な要因とされています。ゼロ号フォローの現状を把握し、その拡大を抑制するため、新エリートは定期的に有志を募り、当該フォローに対する調査、鎮圧、研究を行っています。以上をもとに推測、マスターがゼロ号フォローの調査に志願するのは新エリートを救うためです。途中までは様になっていたけど不正解だ。リクエスト、今後のより的確なサポートのために、お二人が調査に参加したい動機を教えてください。もうお手上げなのかい？先に君の規約と動機を教えてくれたら考えてあげてもいいけれど。失礼ですがマスター、先ほどから私をいいように使おうとしていませんか？人聞きが悪いな。お兄ちゃんはお互い正直になろうって言ってるだけだよ。恐れ入りますが、私はその質問に答える権限を有しておりません。回答は適切な時期に適切な場所でお知らせいたします。恐れ入りますけど、そっちも適切な態度ってもんがあるでしょ。あんたなんかに教えられるのはね、ゼロ号フォローは報酬がいいことと。私とお兄ちゃんが一緒に勉強して育った場所が崩壊したキュートにあったことくらいなんだから。私たちはあそこを調べる機会をずっと探ってる。結局全部言ってしまったね。
つい余計なことまで言っちゃった。とにかく決心がついたら羊飼いが言ってた0号フォローの前哨基地に行こっか。
いつでも出撃可能よ。準備完了。じゃあトヤにかっ銃が2丁ならいいぞ。何銃が2丁なら弾も2倍当たるんだぜ。じゃあトヤにかかれば万事か。いいぞ降臨。HDD システムの通信回線、各測定指数ともに異常なし。今の私たちの設備でも十分ここに挑む資格はあるみたい。そうそう、それとフォロー調査協会の人が監督につくからね。これで試験に受かれば晴れて公式認定の05フォロー調査ライセンスが取れるよ。任せたよお兄ちゃん。私が今回責任を持って同行させていただく協会の調査員です。いわゆる試験官だと思ってくれればいいですよ。同行中、規格から逸脱した武器の使用は禁止。指定されたルートもちゃんと守ってください。まあこの辺はもう言わずともお分かりかもしれませんが、それでも念を押しておきますよ。ゼロ号フォローが特別とされているのはその規模だけではありません。甘く見て非常事態に対する心構えを怠ると痛い目に遭いますからね。何せ調査協会には臨時職員の保険料を負担する義務はないんですから。とはいえきちんとサポートはしますよ。協会が模造したレゾブレムを提供します。レゾブレムの特性を適切に利用してチームメンバーの戦闘能力を上げていきましょうね。それでは出発しましょう。試験官として君たちの働きをしっかり評価しますからね。依頼開始です。行動目標、資質試験、外周のクリア。エーテル誘導体、レゾブレムです。効果、戦闘能力向上。同じスタイルを集めると特定の能力をさらに強化できます。同一スタイルのレゾブレム獲得数はここに表示されます。ここを押すとレゾブレムの効果に関する詳細を確認可能。もう一度押してレゾブレム選択画面に戻りましょう。適切なレゾブレムを選別することが行動の鍵です。
もうすでにご存知のはずですね。とはいえ、試験は始まったばかりです。任務に集中しましょう。じゃあトヤのお仕事を始めるわよ。メンバーは安定したエリアからゼロ号フォローに入れます。こうしたエリアに目を光らせ、チームの戦力を増強しましょう。
ケー。弾の節約よ。現地通常のアーマンハティを凌駕する実力の持ち主です。ご自身の安全に気をつけてください。課長、
目標とは安全な距離を維持してください。全速力の課長になんて追いつけないっての。あの制服はハンドの、しかも特別行動部の執行官。対ホロー特別行動部第6課です。現在緊急の鎮圧任務を執行しています。こちらのエリアで情報のない極超級エーテリアスが確認されました。あなた方の任務が何であれ、遊撃部隊として本作戦の支援に当たるよう要請します。これは対ホロー6課副課長による正式な招集です。極上級エーテリアス？さっきから様子が変なのはそいつの仕業だね。エーテリアスにしては大きすぎない？早くみんなを連れて離脱ポイントに向かおう。何やらやむを得ない事態のようですね。本来の任務は中止です。これより目標を全力で対ホロー行動部を支援するに変更します。そちらは学会のナビボンプでしょうか。差し支えなければ引き続きガイドとして稼働してもらいたいのですが。ナビボンプってイアスのこと？目標はこちらの予想ルートを外れてしまいました。キャロットのデータを持つボンプによるナビゲーションが必要です。緊急事態につき武士として挑発させていただきます。早い話が、ぶっ壊れてもうちで弁償しますよってこと。なんだって、じゃなくて7。嫌だよ、イアスがぶっ壊れるなんて。お願いポンプちゃん、私が守ってあげるから。確かにこの子のナビ能力は申し分ないですよ。ただボンプが深刻な損傷を受ける危険ありなんて事前の同意書にあったかどうか。いえ、対ホロー行動部たってのご要望ですからね。こちらのボンプはお任せします。きっと問題ないでしょう。持ち主にはどうにか説明しますので。問題だらけだ。僕たちの自由意志はどうなる？お兄ちゃん、大声出さないで。イアスが遠隔操作されてるって向こうは知らないんだよ。バレたらもう大騒ぎなんだから。対ホロー行動部、あそこの執行官はみんな精鋭中の精鋭だよ。今はあの人たちに合わせとくしかないね。とにかくナビボンプとして仕事は一緒、チームを正しい方向へ導くことだよ。Thank you.
は対ホロー行動部をナビゲートするよ。対ホロー行動部のターゲットはあの大きいエーテリアス。マスター、エリアのエーテル活性が過去最高値に到達。速やかに作戦を完了し離脱することをおすすめします。まあ分かってたけど、ゼロ号フォローって一筋縄じゃいかないね。マスター、暗号化された情報。暗号化された情報その2を入手。内容は7。暗号化された情報その3を入手。内容は7。暗号化された情報その4を入手。内容は7。情報収集完了。7 7 7 7。当該エリアの隠し補給が開放。目標はすぐ前です。
課長、先に終わらせててくんないかな。大森のエーテリアスを倒したらおやつもらえる。それどこだ。あんなとこに。
いたいた、課長。あんな大きいエーテリアスを刀一本で追い払っちゃったの？今さら遅いかもだけど、対ホロー行動部のお仕事にプロ棋士の逮捕なんてないよね。課長、ご無事でしたか？守備はどうでした？芳しくはなかったな。さっきの一振りは、茶碗を砕く木槌と思えば、黒板を伝う白木が如しと言ったところか。包丁でバターをズバーしたかったのに、まな板にドンしちゃったってことだね。そうかくちゃんさ、もっとわけわかんないよそれ。課長曰くニネベに重傷を負わせられなかったとのことです。引き続き目標を追跡する必要があるかと。はいはい、石膏やります。まああんなでかいの見失う方が難しいけどね。エーテリアスが集まってきているようです。課長とニネベの戦闘を聞きつけたのでしょう。処理は任せてくださいますか、課長。ああ、対ホロロッカ総員迎撃準備。うまく回避してください。ふっ、痛くないってば。ストールイチの本気だ。私は屈しない。マスター、高脅威目標要警戒タナトスを検知。この個体は特殊なターゲットとしてマークされています。通常のエーテリアスよりはるかに危険なためご注意ください。オッケー、いい子にしてなさい。さあこっからが本番だ。私は屈しない。俺の弾に目つけられたな。行くわよ。こいつ、もう平気なわけ？了解。近づいて。あとは私に。ターゲット確認。ストールイチも滅びない。一網打尽って。痛くないってば。粛清する。
突発的な作戦行動ではありましたが、無事に終わってよかったです。ようやく一息つけるでしょうか。挑発した学会の資産、こちらのナビボンプもこの辺りで返却しましょう。ルートの策定、臨機応変な対応、どれをとっても対ホロー行動部の正式モデルより上だったね、このチビスケ。積んでるキャロットのデータまで学会のとっておきってわけ？それともロンリコアを特別にしつけてもらってるのか？ちょっと、うちのボンプちゃんたちが聞いたら泣いちゃうよ。ああ、このボンプなら当学会のものではない。独立調査チームを率いているこちらの方の私物だ。そうなのですか。確かに調査協会は民間から調査チームを募っていると聞いたことがあります。当局のアホより民間人の方がよっぽど頼りになるとはね。なんともはや。次も逃さない。僕らの業務は全て協会の監督下で合法的に。いつもながら人をビビらせるのがお上手ですね、課長。課長曰く、あなた方の調査チームとまた協力できる機会があればぜひ逃したくはないとのことです。まだ公務中ですから戻って報告をしないといけませんね。我々は先に失礼します。
お、改造か。よう、プロ騎士、何か困りごとか？何かあったらいつでも頼りな。
わたんな。準備完了。Thank you.
いつでも出撃可能よ。
修理してきたら。ラジャアンビー下がってはい続けるわ了解スタンバイオッケー見せ